はい、今日は「えー、と略盆立て」っていうちょっとまあお家であで簡単にお抹茶を立てれるあのお手前をさせていただきたいと思います。まあ、ちょっとお盆があったらねこういうふうにお盆に、えー、とお茶碗ですねと,、えー、とお茶杓です。で、えー、とお茶せんですねこれは。 とあと茶巾はこうちょっと畳み方があるんですけどまたちょっと後ほど説明したいと思いますが、まあ、こういうふうにこれはお茶碗を清めるあのまあ布巾みたいなものなんですけど濡らしてあの畳んでおきます。でお茶筅をこう中に仕込んで、えー、とお茶尺をちょっとこうお茶碗の上に置いておきます。 でこれがおなつめなんですけどもこの中にお抹茶が入っております。これはちょっとあの外であの立てる野立て用の小さいあのちょっとおなつめに今日はしております。であとまあ本当にポットでいいんですけど今日はちょっと南部鉄器のあの茶瓶があったのでこれにお湯を入れております。えー、とそれではちょっと参りたいと思います。まずおなつめをあの清め清めます。 お茶はあの結構お道具を全てあの清めるとこから始まります。 お湯を入れます。うん、まあお茶碗を温めますね。 お湯を捨てましたらこの茶菌で、えー、とお茶碗を清めます。で、えー、と正面に向きます。 ここでどうぞお菓子をと、お菓子をあのお客様におすすめします。で、お抹茶を入れます。 お抹茶を立てますちょっと裏千家と表千家で立て方が違うそうなんですけれども、えー、と私はちょっと裏千家ですのでもうあのかなり細かい泡が。 わーっとこう立ってです、ね、あの本当にお抹茶とお湯とあの空気があの本当にふんわりとこうあの馴染んだようなそういうあの立て方をします。で今日使ってるあのお茶碗はですねそば茶碗といいましてあの、まあ、昔おそばを食べてたようなこうお茶碗の形状ですね。 これは松江の、あの空虚っていう、あの。窯元の、あの十四代目の方のお茶碗になります。はい、これで、お抹茶が立ちました。はい、よかったら、皆さんも一服いかがでしょうか。 あのこのようにしてお抹茶を立てます。あの本当にあのちょっと疲れた時とかあの時に限ってこういう集中してお手間をしますと結構心があのスーっとこうあの穏やかな感じになってあの一服あのこの美味しいお茶をいただくと本当にほっこりした気持ちになりますので皆さんも。 ちょっとこうあの敷居が高いように思うんですけどもこういうちょっと家である、まあ、お茶碗とちょっとお茶杓とお茶杓はいいかなお茶洗んはちょっとどうしてもいるんですけどもお茶洗だけちょっと買っていただいたらあのお抹茶がいただけますのでよかったらあのお試しくださいませ。それでは